さて、行きましょう。3回目。ちょっと九州とか、宮崎とか出てくれんかな。この道知ってる？っちゅうとこもな。まあ、一回な。普通にやってる時に一回、宮崎市内の宮古シティの近くで出たことあんねんけどな。よっしゃ、1分で。ゴー。さあ、来い。さあ、どこですか？これは何？これは、何やろな。でも、畑作やな。これ北海道ちゃうか？この広い感じ、向こうにの、この、家の感じとかもな、北海道やと思う。これは何？あ、これトウモロコシか？あ、そうか？これトウモロコシやろ？トウキビじゃ。北海道は北海道やわ。もうこれもな、小麦やしな。んで、じゃあどこかって言われた時に、十勝平野ちゃう？わからんな。もうそれ以上はわからんけど、小麦とおきび、んでなんかじゃがいもみたいなんてことは北海道よ。の、根釧台地、こっちか、こっちかやな。根釧台地の方行ってみようか。標茶。ここら辺とか。さあどう？ああ、ちょっとずれたな。あ、そう。網走の近くね、サロマ湖と能取湖か。ああ、そう。ラグーンじゃ、ほら、見てみ。さすね。こう、ようも、高校地理の教科書に品質のところや。そうか、こんなところもそんな風景なんやな。へえ。そうか、おっしゃ。じゃあ次。さあ、2問。だー、どこですか、どこですか。もう、これ、稲刈り終わった時期やな。こう、なんか、季節とかだな。わかればなあ。あ、どこやろな。ちょっとマジで看板も何もないな。やばいやばい。これはやばい。さあ、どこや。看板ないか？看板ない？看板ないな。マジでどこ？これはわからん。わからん。で、稲刈りが終わってるっていうことくらいしかわからん。で、稲はな、ほんまもう日本全国どこでもあるからな、田んぼは。やばいやばい、マジでわからん、マジでわからん。ちょっとほんまにわからん。決めなあかんな。新潟。ここら辺。さあ、どうですか？あ、宮崎やった？宮崎やった？マジか、マジか、くっそ、宮崎を外した。痛恨の極みや。我が宮崎県は美郷町かい。ここええ温泉、南郷温泉山霧で、こうぬるぬるのな。めちゃめちゃいい温泉ですから、ぜひご覧の皆さんも宮崎県にお越しください。そうか、宮崎やったんか。くっそ、帝な、ここな。恋人の丘。ここのいいとこもよな。こんなんあんねや。でも、南郷温泉はもう何回も繰り返し言いますけども、めちゃめちゃ泉質がいいから、ぜひお越しください。百済の里ね。昔韓国の百済と、結びつきがあるんよ。あ、待って、おしまった。おっしゃ、くっそ、宮崎出たのにな。さあ、どこですか。もう今の、だいぶ俺引きずってるで、ちょっとこれまたマジでわからん。田植えしたばっかしって感じやな。さあ、どこやどこや。まず宮崎じゃないかどうかから確認していこうか。宮崎って言われたら、そんな気もしてくるしな。いやー、マジでむずー。むずビニールハウスがある。ちょっとマジでわからん。もう20秒やな。ビニールハウスがあるからといってな、別にどこってな、決まらんねん。やばいやばい、10秒か。そうか、ちょっともう2連チャン。もう宮崎よ。絶対ちゃうけど。で、山ん中よ。あ、やばい。あ、ちょっと。あかんあかん。また押せ。あ、また。またくっそ、またこうなった。大もうばや、もうほんま嫌いや。で、どこやったん？もう全然あかんわ。静岡？岐阜？長野？いいだな。
ああ、こんなとこ絶対わからんわ。いいだね。うわ、また押してもた。ちょうどリニアが通るあたり、ほんまにそれちゃう？リニアが通るとこぐらいちゃう？ほんまに、ここ。なあ。そうか。もう、全然あかん。はい、第4問当てたいで。さあ、これはどこですか？このポールなんか北海道っぽいね。さあ、どこや？看板がないかな？これ、看板こっちから見たら何？ 15 の。知らん。こんな地名は知らん。ただ、どこですか？北海道ちゃう？で、さあ、どこですかって言われたときに、あ、ちょっとこっち構える、構える。入ってくれ、入ってくれ、入ってくれ、入ってくれ。行き過ぎ？行き過ぎ？上、十文字、湯沢。あれか？新潟か？ガーラ湯沢か？どこら辺だっけ？魚沼、もうちょっとこっちか。あ、忘れた、忘れた。やばいやばい。ここら辺やったよな。魚沼。あれ？ちょっとわからん。もう魚沼、時間ない。ここら辺。さあ、はよ、あれ。遅。何？秋田。あ、湯沢って、あ、こっちにもあんねや。そうなんし、これ知らんな、やっぱ。東日本はほんま知らんとこ多いわ。新潟のな、ガーラ湯沢とかしか知らんもんな。そうか、横手な。ああ、勉強しよう。飽きたな。はい。全然飽きません。ラスト。あれ？終わり？なんか変なとこ押したな。あ、マウスな、戻るボタン押してもうたか。うーわ、やらしい。ちょっと、次進む？あ、もう終わってもうたか。くそー、あかん。はい、終了。ちょっともうあかん。